エレクトロニックスポーツ、エレクトロニックスポーツは、コンピュータゲーム、ビデオゲームをスポーツ、競技として捉える、際の名称である。e スポーツ、e 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 ス,スポーツ、電子競技、電競等と省略した形で主に使われる。e スポーツは、ランパーティーの中から生まれたとされる。欧米では1990年代後半から、 高額な賞金がかけられた世界規模の大会も開催され、参加者の中にはアマチュアから年収1億円を超えるロゲーマーまで含まれる。リーグオブレジェンズやスタークラフト2などはプロフェッショナルスポーツと認定され、日本でもアスリートビザが発行された。2017年の調査では e スポーツは世界中で3億8、500万以上の視聴者がいるとされている。 e スポーツをプレイするための最も簡単な方法は、インターネットを経由することである。厳密に勝敗を決するには、チート行為に対処する方法や、ネットワーク遅延の問題はあるものの、娯楽、あるいは練習のために、この簡便な方法はよく使われる。参加者、あるいは、クランと呼ばれる集まりは、連絡手段が必要となる。アークは、クラン、リーグ、 その他のゲームに関連した集まりごとにチャンネルを作成することができ、簡単にそれを見つけることができるためよく使用されている。は、もともと、ファーストパーソンシューティングゲーム、クエークのオンラインプレイのために作成されたが、他のゲームのために使用されており、最も大きなアークネットワークとなっている。そこから各チームのサーバーで、それぞれのルールに従って競技が行われる。 チーム内で連携を取るために、音声通信を使う際には、ディスコードのような VOIP アプリケーションも利用される。そしてそれは同時に、社交的交流の場ともなり、大規模な競技会では、ランパーティー、ランセンターといった集まりが組織される。観戦して楽しむことも、e スポーツの主たる、娯楽性の一つであり、e スポーツをスポーツとして楽しむ一つの要素でもある。 プロフェッショナルな e スポーツ大会がテレビを通じて放送されるなどする国もあるが e スポーツが盛んな韓国では世界で唯一の e スポーツ専門チャンネルをも存在するウェブサイト上のストリーミング放送やゲームクライアントに実装された観戦機能がライブ放送に利用されることが主である。また雑誌、新聞などの各メディアによる報道が行われたり 評価の高いシーンを映像加工などによって印象的に編集したムービーなどが後に配信されることも多い。国内でも規模の大きくない大会ではストリーミングやムービーの配信が行われている。そのような小規模なオンライン大会の開催にあたっては有志のスタッフが実況、解説やサイト、像の制作、広報などを行うことが多く、ネット上における 新たな情報発信の場となっている。このように様々なメディアを通じて、営利非営利を問わず、気軽に配信され、感染者のニーズに応じた手段で楽しむことができるのが、e スポーツ観戦の特徴である。e スポーツの大会は、欧米やアジアなど世界各国で毎年度開催されており、テレビ中継がされたり CNN などで毎度取り上げられるなど注目を集めているため、 ハードウェアメーカーやファーストフードなど様々な企業がスポンサードしている。賞金総額が1億円以上となる大規模な大会もいくつかあり、世界各国の選手が参加している。プロのプレイヤーは大会賞金のほか、スポンサーによる援助やキャンペーン出演料などを収入としており、中には年収が1億円を超える人気プレイヤーのフェータル1、タイのように、 PC パーツのランドをプロデュースする者も,もいる。韓国では国民的人気を得てタレントのように様々な方面で活躍している者も,もいるためなりたい職業の上位にランクインするなど e スポーツのプロプレイヤーは若者に多くの支持を得ている。それ以来参加者と会場のサイズは規模を拡大し優勝決定戦になると多数の感染者がインターネット越しに感染するようになった。 同時に、勝者への賞金も膨大なものになり、2005年の CPL では、総計現金150万ベイドルに達している。CPL は、e スポーツの開拓者としての精神を保ちながら、2005年には、ワールドツアー方式に、以降、2005年のツアーでは、ペインキラーの1対1のデスマッチに焦点を当て、これに100万ベイドルの賞金を当てた。 CPL のグランドフィナーレイベントでは、ジョナサン・ウェンドルが、e スポーツ史上最高賞金額となる15万ベイドルを獲得した。e スポーツにおいて、旧来の社交的なゲームプレイヤーの組織としてのクランだったものが、フットボールチームに近いプロフェッショナル選手の組織として成長している例も存在する。プレイヤーとスポンサーの契約を扱い、プレイヤーにとって、 その契約を容易にすることで、e スポーツとそのファンにとって存在意義が生まれている。多くのクラブが多くのゲームのための複数のチームとプレイヤーの契約を扱い、チャンスと名声を上げる仲介をしている。また彼らによりプレイヤーは管理事務から解き放たれ、ゲームのプレイに集中することができるのである。プロフェッショナル e スポーツの競技会として、 広く認められているものには8つの大会が存在する。下記を参照それぞれの大会で用意される賞金は、大きなコンピュータ技術系企業が、スポサーとして提供しているものが多い。またこれらの企業は同時に、多くの e スポーツチームのスポンサーも行っており、大会への旅費、その会社の製品の提供などを賄っている。特にエスルは、世界最大規模の e スポーツリーグであり、 グローバルに展開している。現在では、主流新聞などもこういったイベントの記事を掲載することが普通になっている。また、エレクトロニックスポーツは、2007年に中国、マカオで行われた、アジアオリンピック競技会主催の第2回、アジア室内競技大会において、正式メダル種目となり、FIFA07、NBA ライブ07、Need for Speed Most Wanted の3タイトルで行われ、 中国の選手が3個の金メダルを獲得した。2018年にインドネシアで開催される2018年アジア競技大会では大会史上初めて公開競技として採用された。ウィニングイレブン2018クラッシュロワイヤルストクラフティレガシーオブザボイドリーグオブレジェンドアリーナオブバラーの6種目が行われる予定。2022年に中国 甲州市で開催予定の2022年アジア競技大会では正式メダル種目になることが決定している。日本は先進国の中でも数少ない e スポーツ未承認国である。国内での e スポーツイベントを数年にわたって扱い、e スポーツグラウンドなどを開発したエウレカコンピューターに所属する犬飼博士は2007年アジアオンラインゲームカンファレンでのコメントより、 e スポーツを次のように定義している。他のスポーツと比べて体を動かすことがあまりないもののスポーツとして認識されているゲームの一つにチェス、マインドスポーツがある。e スポーツは大会などで順位を競うこと、プロとして収入を得ること、真剣な姿勢で対戦を行うことなど、その言葉は使われるシーンに応じて様々な定義に基づいている子があるが、 理解しやすい例として、モータースポーツが挙げられる。公開戦やパソコンの普及が進むにつれ、PC ゲームの競技人口が年々上がり続けている。その証拠に、RTS、リアルタイムストラテジーという国内では全く浸透のなかったゲームやんるの代表作、リーグオブレジェンズは、国内のプレイヤー人口が3万人、2012年現在、お突破し、プロリーグ、 LJ リーグが開催、同じく人気 RTS のスタークラフトにでもパッケージの販売本数が1万本突破、購入のメインはダウンロードのため、実際はもっと売れていると推測される。さらに2012年現在4人のプロが存在する。家庭用ゲーム機では、サイックが開催したコールオブデューキシリーズの大会で720名以上参加した大会が開催されるほか、 もともと格闘ゲーム先進国の日本では、梅原大吾を筆頭に10名以上ものプロゲーマーが誕生している。e スポーツ専門誌、ワールドゲームマガジンや e スポーツ番組 e スポーツマックス、東京ゲームショーでの競技会、サイバーゲームズアジア、投撃、アジア e スポーツカップなどの大規模な大会が開催された。日本国内の統括団体は、日本 e スポーツ協会、 S, S スポーツ促進機構、日本 E スポーツ連盟に分かれていた、ため日本オリンピック委員会の認可団体になれないといった問題があった。2018年2月には3団体が統合された、日本 E スポーツ連合が発足したことで解消された。日本 E スポーツ連合では、賞金付きの大会や、プロライセンスの創設を目指すとしている。公認ライセンスはタイトルごとに設定され、 ウィニングイレブン2018コールオブデューティワールド O2 ストリートファイターブイアーケードエディション鉄拳7が選定された。2018年3月にサイゲームスとサイバースがシャドバースの公式プロリーグを開設し、吉本工業と J リーグが e スポーツに進出。2019年4月に一般財団法人日本 e スポーツ促進協会が発足した。 日本においては、法律上の問題で、賞金制の大会の開催が制限されており、この問題について、以下のような提言がある。日本国内での賞金付き大会に関しては、カジの研究者の基礎隆史が、法令適用事前確認手続きを利用して、消費者庁に確認したところ、賞金や商品が高額の場合は、不当形品類及び不当表示防止法を抵触すると、 指摘を受けており、主催者やゲームデベロッパーなどと利害関係にない第三者がスポンサーとなる、プレイが基本無料で課金要素が結果に影響しない、タイトルなどの条件を満たさなければ、適発の可能性がある。2018年2月19日に梅原が主催した、座談会、ゲームと金や2月21日にアベマプライムで e スポーツ企画の特集に出演した。 浜村光一や高橋名人は、プロライセンスの必要性を説いたが基礎から、法と爆罪であると指摘されている。同イベントで、浜村は、プロライセンス制度は消費者庁と何度も議論を重ねた、結果と主張した。しかし、ファミ通ー2018年3月8日号にて、e スポーツの特集記事にて、ファミ通編集部が、形評法の問題について消費者庁へ質問を投げ、 同庁表示対策課長の大本真司も、優れた技術によって身を魅了する仕事をし、その報酬として、賞金を得る場合、その賞金は、プロアマを問わず、軽評法で有う品類には該当しないと、回答し、浜村の発言と食い違いが起きている。伝統的に、各競技会は、それぞれのジャンルごとに、特定のゲームを採用している。e スポーツの競技として、 過去に採用されたゲームは以下のようなタイトルがあり、カウンターストライクのように長年にわたって採用されるものや数年で変更されるものなど様々である。なお、プレイヤーの中には複数の種目に参加し活躍しているものもいる。一般的に e スポーツの競技種目となるゲームは、プレイヤースキル、手腕の影響が大きいものが選ばれる傾向にあるが、それが 最新のゲームデザインの流れとは必ずしも一致するわけはないため常に最新のゲームが採用されるというわけではない。一方でハードウェアメーカーやソフトメーカーはより新しい技術の使われたタイトルを取り入れようとするため採用タイトルをめぐってはしばしばファンを含めるプレイヤーと大会運営サイドの間における論点となる。主にファーストパーソンシューティングゲーム リアルタイムストラテジー、格闘ゲーム、スポーツゲーム、レースゲームを使用して競い合う。以前は FPS や RTS などのジャンルが主流であったが、この数年ではコンシューマーなどのタイトルも取り入れられるようになり、そのジャンルも様々である。ビデオゲームを用いる e スポーツはマインドスポーツと同様に腕や指先などを使う競技種目が大半を占めるため、 身体障害者など体が不自由な人でも選手として参加することができる。また、年齢を問わずプレイできることから、リハビリなどを通じて、福祉や医療での利用が期待される。スンヒュンパーク選手は若くして筋肉の障害を抱えながらも、ウォークラフト部のプロクランノアのメンバーに所属していた。逸話業界入りを目指す国際競技連盟は国際 e スポーツ連盟である。 イースフは、まだゲイスフにも加盟できていなかったが2018年7月、IOC ゲイスフ、e スポーツフォーラムなるイベントが開催された。2018年、アジア競技大会がインドネシアジャカルタで行われ、公開競技として e スポーツも行われた。こうした動きからオリンピックに e スポーツを検討か等の噂が報じられいた。 国際オリンピック委員会会長のトーマス・バッハが e スポーツはオリンピックの価値観に矛盾しており現状では受け入れることはできないキラーゲームズは暴力を助長すからと発言したそのため国際家事の研究所の基礎隆氏は不採用が確定したと述べたしかし一方でバッハは現状ではと言っていたまた基礎隆氏はオリンピックに採用されない理由として ゲームソフトメーカーの著作権が問題になるからと理由を挙げている。2018年アジア競技大会がインドネシアジャカルタで行われ参考競技として e スポーツが行われた。その競技種目はウィニングイレブン2018コナミスタークラフトに、リザードエンターテインメントリーグオブレジェンドライアットゲームズハースストーンブリザードエンターテインメント クラッシュロワイヤル、スパーセル、アリーナ・オブ・バラー、テンセントの6タイトルである。しかし蓋を開けてみると6タイトル15タイトルが中国企業テンセントが関与しているタイトルであり、ンセントのための競技になってしまっている。イエースーは国内唯一の e スポーツ団体ではないイエースーは発足当時プロライセンスを発行して高額賞金の大会を実現したと発言していたが、 消費者庁の見解は違っている。消費者庁表示対策課長の大本新人氏は、e スポーツ大会出場者が優れた技術によって、観客を魅了する仕事をし、その報酬として、賞金を得る場合、その賞金は、プロアマを問わず、景表法でいう景品類には該当しない。と見解を示しており、プロライセンスがなくても賞金は、受け取れるし問題ないとしている。 消費者庁の見解により、イエースへの加盟しない方法で独自に、ゲーム大会を開く企業も出てきている。例えば、毎日放送の e スポーツの番組、指技では、指技カップという賞金100万円の大会を開いており、参加条件として、イエース公認プロライセンスを所持していない方と明記をしている。東京ゲームショウでは2019年度イエース、 活動報告発表会が行われ、ノンアクションレター制度に基づく法令適用事前確認手続きの回答書の結果を発表。その中で、プロアマ問わず賞金はもらえ、計評法及び刑法に違反せずとの回答を得たとしているが、消費者庁が以前から一貫している回答である。この発表で以前からイエイスーのプロライセンス制度の説明は嘘であると指摘していた。 国際家事の研究所の基曽隆氏は、イエースーは自ら、プロ制度は、不要と証明してしまったと発言している。イエースーの、プロライセンスは、イエースー公認のゲーム大会で、好成績を収めるなど、した場合に与えられる。しかしこのプロライセンスを持った場合、賞金付きの非公認大会に出る、ゲームセンターネットカフェが、店舗主催から賞金を出す。 いわゆる風営法を無視した大会と処分されると規約に書いてあり、物議を醸している。国際家事の研究所所長である木曽隆氏は、ネットカフェは適正に運営が行われている限りにおいて、原則的に風営法適用、外の業種であるので、ゲーム大会を開き、賞金や商品を提供することは風営法違反にならないので、イエイスは風営法も理解してないと批判している。 アメリカで行われたカプコンアメリカが主催したストリートファイター・ V ブ・アーケード・エディションの公式世界大会カプコンカップ2018においてプロゲーマーの桃地選手が7位なり賞金が50万円もらえる予定ではあったしかしカプコンカップがいつの間にかイエースー公認大会となっており桃地選手はイエースーのライセンスを持っておらずイエースーのプロライセンス制度に 反対の立場からアメリカで行われたカプコンアメリカが主催の大会であるのになぜか賞金がそのままもらえず10万円に減額された。これまでのカプコンカップはアメリカで行われイエースーは関係なかったため賞金をそのままもらえており今回の対応に対してイエースーやカプコンに批判が起きている。こうした騒動からエボジャパンでも減額されるのではと心配の声が寄せられたが 優勝賞金150万円をそのまま獲得している。TGS2019 で優勝賞金500万円、パズドラ最強決定戦が行われ中学生である、ユア選手が優勝した。ユア選手は、イエースーのジャパンイースポーツジュニアライセンスを持っていがイエースーの規定により、準プロ扱いで、トロフィーと副賞の商品のみで、賞金は受け取れない。イエースーは、 年齢が低くても大会賞金を得ることに問題はない。大会運営者に委ねるというスタンスをと言っている。強制力のある規定ではない。ゲームジャーナリストの野安幸雄氏によれば、他のリアルスポーツや、将棋や囲碁でも中学生のプロアスルートが存在しているので中学生のプロゲーマーが存在して、賞金を獲得することに問題はないはずで。 中学生でも賞金を得られるルールにしておくべきだったのでは、という指摘は免れないと語っている。イエースは数多くのゲームメーカーやセ磋サの関係者が会員にいるが、一般財団法人日本 e スポーツ促進協会、ジェフの青木氏は世界中で人気を集めている e スポーツのゲームのディベロッパーが国の e スポーツ協会の中に加盟することは海外ではまずない。 イエースのような運営体制を持つ e スポーツ団体は基本的には海外には存在しないと指摘している e スポーツの選手は職業として不安定であるため勝ち続けて有名になりスポンサーがつかないと賞金だけで食べていくのはかなり厳しいのが現実であるまた人気ゲームで人口が多くないと賞金も少ないそうした経緯から e スポーツ選手として食べていけず、犯罪に手を染めるケースも出ている。格闘ゲームの世界大会で優勝経験もある、カツオ試験を名乗って活動していた選手が空き巣に手を染め逮捕された。空き巣を始めた理由は、ゲームの世界で稼ぎにくくなり、生活費を稼ぐため供述。e スポーツのゲームは、素早い反射神経などが要求されるため、選手生命が短い。 反応の鈍りで23歳程度で選手生命が終わる場合もある。e スポーツの選手は引退後の活動で必要な社会的スキルに乏しいとの見方がある。e スポーツの原点はアメリカで自然に生まれたランパーティーである。韓国では1997年頃、韓国政府が IT 産業に力を入れ始め、高速ネットワークを国内に整備。 その結果、PC ーという日本でいうインターネットカフェが急速に増えた。PC ーにはオンラインゲームが用意されており、その中でも戦略ゲームスタークラフトが大ヒット九1999年あたりから韓国内で e スポーツとの用語が使用されるようになり、韓国文化観光部の長官もゲームを e スポーツと呼ぶようになった。二千年には世界で 初めての国際的 e スポーツイベントワールドサイバーゲームズのテスト大会が行われた。賞金総額は20万ベドルで世界17カ国から174人のプレイヤーが参加した。この大会をきっかけに韓国では急速に e スポーツが発展していき、e スポーツのパイオニアとなった。2008年には世界の e スポーツを統括する国際 e スポーツ連盟が 韓国、釜山に本部してできた。日本はゲームセンターや家庭用ゲーム機が存在しておりゲーム好きが集まる。場所はゲームセンターであり、ランパーティーや PC 棒が必要なかった上、家庭用ゲーム機が普及していたため PC ゲームにも馴染みがない。また、法律の問題で高額賞金大会も開けなかった。そういった理由から e スポーツ更新国となっている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。